すみません、時間になりましたのでよろしくお願いします。染谷雄一郎さんで、機械学習におけるデータの再現性についてです。皆さん拍手よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ機械学習におけるデータの再現性についてということで、クックパッド株式会社から参りました染谷が発表させていただきます。実は PyConJP 初参加でして、今回ちょっと思い切ってプロポーザルで出させていただいて、話しさせていただくことになりました。プロフィールこんな感じです。でクックパッド株式会社に、去年の4月に新卒入社して、今研究開発部で、エンジニアをやっております。で研究開発部でエンジニアっていうんですけど、要はあの完全にこうデータサイエンスを 100% やってるっていうわけでもなく、こう例えばこうデータの分析基盤とかその辺のお世話したりとか、データをリサーチャーが間違いなくデータにアクセスできるようにしたりとか、 GPU のインスタンスをこう自動で立ち上げるようにしてあげたりとか、その辺をこう、それが多分6割ぐらい見ていて、たまにこう、モデルも書いたりとかしてそんな感じでやってます。アカウントこんな感じなんでチェックしてください。そう、最近あのホームページを HTTPS 対応したので皆さん安心してアクセスしてください。はい、www.imos、 これ imos って読みます。 imos.me、チェックしてください。ちょっと簡単に、会社の説明だけさせてください。弊社クックパッド株式会社クックパッドという、レシピのコミュニティサービスを運営しております。こんな感じで、さまざまなプラットフォームでレシピの、検索投稿、さらにそのなんかレシピの作者に向けて、作レポという形でこうフィードバックを送ったりができるというコミュニティサービスですね。で現在こう270万人以上のレシピ、月利用者数6000万人、約6000万人ということで利用していただいております。で最近その加えて、グローバル展開にすごく力を入れてまして、現在21言語67カ国、公式数字がこんな感じになってます。いい展開、結構これあの最近急に増えてます。これが、力を入れてやっております。で、研究開発部なんですけど、実はすごく若い部署です。要はもう世のビッグウェーブに乗っかって AI やりましょうみたいな流れも多少あるんですけど、あの2016年、だからちょうど1年と少し前にできました。実はこれ僕がその新卒入って3ヶ月研修をやって、じゃあいざ配属しましょうってなった、その要は2016年7月に同時にできたんですよね。だから、当時のメンバーは今部長やってる、上の方 と、新卒で入った2人計3人、あとちょっと別にもいたんですけど、そういう小さいところが始まって、現在、正社員、9名インターン5名ということでやっております。主に機械学習をやっていて、その他にも、研究開発の中でその食文化の研究とかをやったりとか、論文書いたりとかっていうのもたまにやったりします。主に Python をうちで使ってるのはこれですね。あの他のアプリは結構うちは Ruby で書かれてるんですけど、研究開発部ではやはりこう Python を使ってる機会が多いです。はい、もう少しだけ紹介させていただく と、2016年7月に研究開発部できてから、大体5ヶ月ぐらいですね。あのもう一番最初の成果をいち早く出そうということでこう、アプリケーションチームと一緒になってやってた、料理記録っていうサービスが、サービスっていうかこれクックパッドのアプリの1機能に入ってるんですけど、去年の12月だから5ヶ月後ですね、4月から12月の間に開発を行って、リリースされてます。でこう、CNN を使った画像の分類、技術を使って、そのユーザーのスマートフォンの中の写真、カメラロールの写真から料理の写真だけを集めて、カレンダー上に表示してあげる。で主婦の方だとこう例えばこう、主婦の方というかこれよく料理される方はこう例えばこう最近はすごく肉料理ばっかり作ってるなっていうのがこうカレンダーで見えたりとか、そもそも最近あんまり作れてないよねっていうのが見えたりとかする、ちょっと面白いものになっています。はい、あのユーザー登録だけしていただければ使えるのでぜひ見てください。はい、ちょっと少し駆け足気味に行きましょう。でちょっと背景の話をするんですけど、その人数が増えてきたっていうのがポイントで、複数人でその研究開発やっていくわけなんですけど、1人こう1タスクでこう分散してあの独立にやってるわけではなくて、こういう状況になるわけなんですよね。いくつかのタスクがあって、いくつかの人が、いくつかのタスクにアサインされてやってると。で例えばこうアサイン替えがあったりとか、誰かがこう退職したりとか、新しい人が入ってきたりとかっていうのが最近こう、
普通になってきたっていうのが背景です。で、こういうのを、ソフトウェア開発の現場ではどうなるかっていう と、まあ皆さんこう Git を使って、複数人でいい感じに作業ができる、技術基盤って整ってるじゃないですか。そこそこ例えばこうなんか誰かが休暇に出たら、じゃあこっちの開発は今一周がここにあるからこれちょっとやっといてよってことができたりとかする。一方で機械学習だと、どうなんだっていう話なんですよね。まあ、機械学習っていうか、まあ研究開発部でやるのってこうなんか仮説立てて実験して、でそれをなんかまとめて、で良さそうなのを実装してっていう、なんか結構複雑なステップがあるんですけど、まあ感覚的にこのソフトウェア で行われているようなその複数人で作業をするためのノウハウっていう量と機械学習におけるそれっていうのは結構こう差があるっていうのが、やってて実感するところがあるんです。つまり、まあ、さっき言ったように例えば誰か休暇に出て、この仕事ちょっと引き継いでやっといてよっていうのがちょっとやりづらい、組織あのチームでやっててそういうのが実感としてあったんですね。で最近、僕は個人的にこう、注視しているのがその機械学習エンジニアリングって僕は呼んでるんですけど、まあ、要はチームとして、研究開発部はその、まあ、機械学習中心にやってるって言ったんですけど、機械学習を使って継続的に成果を出さなきゃいけないっていう時に、でチームでそれをやる必要があるってなった時に、まあ、さっき言ったようにその辺のチームでうまく仕事を進めるためのノウハウっていうのが、ことデータサイエンス機械学習についても必要だよねっていうことを最近意識してて、ね、今日の話はその中の、データの再現性っていう話をします。はい、というわけでこんな感じでアジェンダ進めていきます。まあ質問取れる時間取れる質問を聞く時間取れるかどうかちょっと分かんないんで、まあ、ハッシュタグとかでリアルタイムにやっていただいたりとか、あと今日なんかこの2段構えなんですけど、まずこの問題提起みたいなことをして、まあ、こっちが割とメインの今回の目的です。データの再現性についてこういう問題があるよねっていうのを、皆さんと共有して、まあ、ちょっとフィードバックを得て、まあ、どれぐらい共感してもらえるかっていうのをちょっとこう僕も見たいと思ってます。で、その下段の方では、それについて一つ、まあ、今回時間もあるのでせっかくなので、我々でこう取り組んだ、手法を一つ紹介するっていう感じで進めていきます。でその中でこの赤木っていう、僕がメインで書いてるその Python のライブラリがあって、これが軸になっていくので、まあ、ちょっと話が退屈だったらこのソースでも読んでください。はい、じゃあいきましょう。まずデータの再現性とは、まずその機械学習をやるときに、まあ、どういうワークフローになるかっていうのをざっくり言うと、こうなんか訓練データがあって、まあ、多分そこにタスクもあるんですよね。こういうことをやりたい。でデータを見て、EDA してこうなんかこんなデータかっつって、じゃあちょっと実装してみましょう。でデータをこう、整理してその辺はちょっと省いてますけど、まあ、訓練して、テストデータに関してこう評価を行うと。で、例えばそれがすでにあったら新しいモデルを立ててその同じテストデータでこうなんか比較を行うみたいなこともやりますと。でこれ見て分かるのが、例えばこのワークフローを再現したいと、別の人が他の人がやったやつを別の人が再現したいってなった時に、要はその、まあ、機械学習って要はデータなんで、データを再現しないと実験が再現できないっていうのが自明なんですよね。でまあ再現性ってメトリックスは何だっていう話を置いといて、その実験が再現よく再現できる度合いっていうのはもうデータが よく再現できる度合いに頭打ちになるんですよ。そうちょっとなんかややこしいこと言ってますけど、で実験が再現できるべきっていうのは自明じゃないですか。なので、よってデータは再現されるべきっていうのが、まずこう、土台となっている考え方です。そうですね。そうだから実験が再現できないとそれなんかモデルを全身的に改善していったりとか、あとこの網羅的にあるいはこう排他的に実験したりとかっていうのができなくなってくるので重要ですよねって話です。で実験とかもそのモデルそのものっていうのは、まあ、スクリプトとかこう Jupyter ノートブックで表現されてるでしょうというのがあるんですけど、じゃあデータってどうなってるんだっけっていう話なんですよね。で、この辺がだから皆さんにこう共感してもらえるかどうかのこう勘どころなんですけど、例えばこんなノートブックがありますと。私が行った実験はこうやって再現できます。モデルの学習方法はまず、このノートブックじゃないんだがこっちにあるこうダウンロードシェルをこう使ってデータを落としてきなさいと。でさらに別の、MySQL にある、
に対してこうクエリを発行した結果も必要なんで、手元で MySQL、まあ、インストールしてあるものとして、トレイン SQL っていうのを置いてあるからそれを実行してその結果をトレイン CSV に置いときなさいと。でそれが終わった後で次のなんかスクリプトを実行すれば私の実験を再現できますよって言ったわけですね。これどうですかね、こういうのまあいいや、そうあるんですよ、こういうことが。でさらに言えば、例えばこう、テストデータの話をすると、テストデータってあのアプリケーションの性能にすごくこう密接に関わるものなんで、例えばあの人がこう目見で、これは和食だこれは洋食だっていうのをこうデータとして作ったり、それがこう100個あると、まあ、十分なのがテストデータになるよねみたいな話で、意外とこう手作業で作ることがあるんですよね。どうやって作るかっていうと、このスプレッドシートで作ったりするわけなんですよ。はい、データこんなところにあると。これどうやって使うのっていうと、こうファイル、形式を指定してダウンロード、CSV ってやってダウンロードして使いなさいっていうのが多分、まあ、あり得るワークフローの一つ。でもっと悪いと、それを他人がやって、じゃあスラックで送ってくると。これでよろしくみたいな感じで。うん。これもう再現できるわけがないですよね。できるわけないっていうか、もうなんかこう、まあ、まず一個こうヒューマンエラーにすごく弱くなってくるっていうのは、こうなんか人手のステップがこう入ってくることで、そこにこうヒューマンエラー確率 P がもうどんどんこう自乗算乗されていってやばいみたいな、1マイナス P か。そうで、あと単純にこう作業が長くなってくると、これやるのがもう単純に面倒だっていうの問題も一方であります。でここのなんかこう背景になってる問題っていうのは、まず前提として、その大きめのデータっていうのは Git で管理しづらい。あ、ちなみに Git Large ファイルシステムの話はちょっと後でチロッとするんですけど、まあ、ともかくとしてその、既存の Git のバージョン管理の方法でデータを管理しようっていうのは、こうあんまりストレートフォワードには実現できないっていうのが前提にあります。なので、手元にあるデータっていうのは、まあ、さっきみたいな方法でこう なんとかするしかないんですよね。でそうして、そのいわゆる学習とかテストとかのスクリプトからデータがこうどんどん離れていってしまうと、そこからこうデータを持ってくる間にこうさっき言ったようなこうヒューマンエラーが入ったりとか面倒だったりとかっていう問題がどんどんこう積み重なっていくとっていう問題があるんじゃないかなっていうのが、まあ、今回僕の問題提起です。まあ、ある種こう構造的な問題あるんじゃないかなとか思ったりとかしますね。あのいわゆるそのソフトウェア開発だとこうテストをかけっていうじゃないですか。どういうモチベーションでテストを書くのか、テストを書くとなんかお給料が上がるのかみたいな、そういう話になるんですけど、あのそれなんかちょっと似てる。あのデータってやっぱりこうなんかあの GUI のアプリケーションでなんか MySQL にこうクエリ叩いて CSV でダウンロードしてってやった方が多分見やすいんですよね。手軽だし、なんかこうわざわざ Python であのなんか Redshift あと Postgres だったらこの PsycoPG2 をこうなんかインストールして、あのなんかコネクションとカーソルを作ってどうのこうのって Python でやると結構めんどくさいと。なのでわざわざこうやるっていうのはちょっとあまりやらないんですよね。そう。でちなみにこの問題を顕在化させるためにこう魔法のスクリプトがありまして、皆さんデータサイエンス的なこうプロジェクトのルートでこれを実行してファイルがいくつ出てくるかっていうのをこうチェックしてほしいんですよね。で100メガを超えるファイルっていうのは基本的には Git で管理できないです。で Git LFS を使えばできるが、すぐにはできない。つまりこれを実行してファイルが出てくるプロジェクトは、データにおけるポータビリティをすでに失ってると考えてよいっていうのが、まあ主張ですね。でどんな理解か、皆さん getmnist とか trainmnist.py みたいなこうスクリプトって見たことありますかね。 mnist ってこう手書きの、数字のデータセット 28×28 のこう白黒の画像なんですけど、まあ、画像認識のこうハローワールドとしてよく使われるやつで、まあ、チェイナーとかサキットランとか、まあ、多分テンストのフローもあるけど、要はそのエグザンプルの CNN コンボリューションネットワークを動かすために MNIST をこうダウンロードしていい感じにまとめてっていうスクリプトがこう、エグザンプルの中のスクリプトに入ったりとか、まあ、あるいはもうライブラリーのなんかデータセッツドット MNIST みたいなところにこう実装されたりするわけなんですね。でこれ実行するとこれが Python のメモリーに 28×28 のアレイでこう入ると。でこれデータが Python で書かれてるんですよね、ちゃんと。まあ、できればこうなりたい。できればこうなりたい。はい。ちょっと息が切れてきました。で、こうなる条件って何なんだろうなってちょっと考えてみたんですよね。で、まず前提として、
M リストってこうあの HTTP あてかウェブサイトで公開されているので、あの、まあ、要はあの空の上にあるんですよ。なので、どこからでもアクセスできると。まず第一の条件はデータがどこからでもアクセスできる。でこれはもうあのクラウドの時代なんで大体できるよねっていうのが、まあ、大体できますよね。あの、まあ、手元に CSV で何か5年まで作ったらそれはどっかにアップロードすればいいだけで解決できると。で一方でそのデータ創生のアクセス方法を Python で書くっていうのができてないっていうのが、まあ、と考えてますと。じゃあなんで書かないのか。でさっきもちょっと言ったんですけど、まあ、ちょっと面倒いいんですよね。あのデータを書く、まあ、例えばあの RDB にクエリに投げた結果を、トレインデータに使いたいってなると、まあ、MySQL だとか、Postgre だとか Redshift だとかその他ものものちょっとクライアントの仕様が違うと Python のライブラリも違って書き方も違ってくるっていうのがあったりとか、まあ、もしかしたらライブラリそのものも問題かもしれないですけど、まあ、ともかくあの方法が結構いろいろ出てきてしまうと。で S3 ってちょっと急に出てきたんですけど、これ、Amazon S3 っていうもので Google だとクラウドストレージみたいな、要はこうなんか画像とかをクラウドにこう保存できるでっかいストレージだと思ってください。でまあ、例えばそこから画像を持ってきたいってなったらまた別のライブラリが必要だと。で結構だからこう 面倒で書かないんじゃないか、まあ、テスト書くのも面倒だからテスト書かないのと、まあ、似てる問題なんじゃないかなって思うんですよね。で、まあ、やっぱりさっきも言ったんですけど、あのそれぞれみんなのやり方で、手元にこう画あのもうファインダードットアップに見える状態であった方が分かりやすいっていうのは、まあ、確かにそうです。あとはなんかちょっと感覚的な問題なんですけど、まあ、一旦こうクエリ投げて CSV で落としてってこれ一段落してここにもうなんか固定のファイルありますっていう感覚がちょっと心地いいのかもしれないですね。なんかこうデータ取得する部分とトレインする部分がこう一つのスクリプトだと、なんだろう、こうなんかここを繰り返し実行するのがどうも気持ち悪いみたいなことがもしかしたらあるかもしれない、まあ、わかんないですけど。っていうのはここまでのまとめで、ちょっと時間足んなくなってきましたね。まあこういうことに着目します。データの再現性は高く保ちたい、低いのはなぜかというとデータの取得がいろんな方法で書かれてしまって Python のスクリプトと離れてしまってるから、はい、というわけで前半終わりです、はい、で最初にも言ったんですけど、まあ、この問題について議論できれば僕は結構満足で、あのどう思うかちょっとぜひこの後お話しましょう。でもうここからはおまけでこれについてやってみたことを紹介します、はい、でどのように解決するか、一つ立てた仮説は、さっき言った通りですね、データを取得してあとキャッシュできればいいなっていう、まあ、要はその繰り返し実行するのめあの気持ち悪いっていうのはこう前スキルにこう何度も何度もクエリ投げるのが気持ち悪かったりもするしたので、1回投げたクエリはこうなんかローカルにキャッシュされて、何度も何度も実行できる Python スクリプトとして、データを表現できればこの問題はもしかしたら部分的に解決できるかもしれないっていうことを考えてやってます。ちょっとこの辺の説明は少し飛ばしましょうかね。ちょっと抽象的な話ですけどちょっと駆け足で話しますね。でさっき言ってたその、まずそのデータを、トレイン可能な状態に持っていくために結構いろんなステップがあるんですよね。まずこうあのこう空から地面に持ってくると、ローカルのパソコンにこうパソコンって、ローカルにこう持ってきて、でさらにそれを、Python のスクリプトを、Python で実験をするのであれば、そのプロセスと同じこうメモリ空間に持ってくる必要があると。まあなんかこうオープンファイル as f してなんか fcsv リーダーみたいな感じでこう読み込むことが必要が下の2段ですね。いやフェッチしてきてスクリプト上にロードするっていうのがありますと。でその後に、モデルが食える状態にこういじくって、加工してやるっていうのがこう大きくこうステップとしてありますと、まあ、図にするとこういろんなデータソースあります。でそこからこう、PC に持ってきて、で PC からこう、スクリプトにロードする。でスクリプトの中でこう、スクリプトの中でデータを加工して、加工したものを、これはなんかAI をイメージしてるんですけど、そいつにこうクロスと。で、一つのこう、あの、なんというか、
なんかデータをダウンロードしてキャッシュするっていうのは結構こうジェネラルな機能じゃないですか。で一方でそのなんか画像いくつの大きさに、画像を何かけ何に加工するとか、あとなんかこうなんかデータオーギュメンテーションをかけるとか、なんかその辺は結構こうタスクによってかなり様々になってきますよね。まあ、なのでこの共通部分、ダウンロードしてキャッシュしてあげるって部分は、まあ、ある程度こういい感じにできるんじゃないかっていう、まあ、抽象的な話というわけで、赤木はこういう感じですねこういう感じ、あのだから、複数のデータソースからデータ持ってくるところをサポートしてあげる、でそれをこう、スクリプト上で書けるようにしてやるっていうのが、赤木のトライしているところです。なので、言葉にすると、まあ、まず異なる、まあ、リモートのデータソースから、RDB でもいいし、さっき言った S3 とかそのオブジェクトストレージですね、画像を持ってくるでもいいし、まだサポートしないが、もしかしたらこう URL とかでもいいかもしれないですね。FTP サーバー上にあるなんかこう CSV ファイルとか、今時使わないかもしれないですけど。で、さらにその取得したデータに対してこうイテレートできるようになると。まあ、大概の場合、こう、データってイテレートできるので、まあ、イテレートできるもんだろう、データはと思って、こうイテレートする部分はこう必須としてインターフェースを持ってます。で、これらを実行可能な Python コードで表現できるということで、この例を見ましょう。見えないですかね。何やってるかっていうと、赤木.データソースから、こう、レッドシフトデータソースとスプレッドシートデータソースっていうのをインポートします。レッドシフトっていうのは、AWS のなんか巨大な RDB と思ってください。なんかいろんな RDB からこうデータをインポートしてきて、クエリが叩ける巨大な RDB。これがレッドシフト。こっちスプレッドシートですね。何やってるかっていうと、スプレッドシートのシート ID を使って、スプレッドシートデータソースを定義すると。でインスタンス化してあげたそのデータセットに対してこうイテレートしてるわけですね。ちょっと見え、さすがに見えないかな、SDS に対してこうイテレートしてて、要はこれ見てるんですよね。でこれ何かっていうと、なんか手動で作ったテストデータとでも思ってください。なんかレシピ ID とそれ作ったかどうかをなんかこう誰かがこうポチポチっと作ったやつがありますと。でレシピ ID と作ったかの01かっていうのをこうレンジで仕上げて取ってるわけですね。で、じゃあ作ったのフラグがこう1に立ってるものだけを取ってきて、作ったレシピの ID のセットを取ってくる、あとアレイを作ると。でそのアレイからクエリをこう構成してレッドシフトに投げて、じゃあその、レシピのさらなる情報を取ってくる、例えばタイトルとか、まあ、今タイトルを取ってるんですけど取ってくると、それもレッドシフトデータソースでこう書いてある。で 今できたのは、誰かがこう調理したとスプレッドシート上で言ったレシピの ID のセットができて、それに対するタイトルも取得できたと。異なるデータソースから、一つの Python スクリプトでこう取得できてる、割と短いコードで、はい。でまあこう晴れて、まあ、これ今ダミーのデータが入ってるんですけど、スプレッドシート上で定義されたテストセットに基づいて、何ですかね、Python 上でデータが取れた、まあ、レッドシフト上のデータでこうなんかジョインしたように見えると思うんですけど、まあ、そんなこともできるようになったと、はい。でこれで期待できることは何かっていうと、まあ、話してることはずっと一緒なんですけど、そのデータを取得してるっていう部分を今 Python のスクリプトで書けてるわけですね。これを実行すると、まあ、そこはちょっとまた難しい問題があるんですけど、実行するたびに同じデータがメモリーに乗っかる。で、その後にデータを処理してトレインするみたいなところをこう後続のスクリプトで書いていくわけです。で、これを、このソースコードを、で、これソースコードなんで、まあ、ちょっと Jupyter Notebook であるっていう点を置いといて、バージョン管理ができるわけですよね。で、それをこうなんか別のところに持ってって、こう、研究者 A さんか研究者 B さんにこう持っていくと、こっちで実行すれば同じデータが取れると。なんかまあさっきの問題は解決できてそうだと、部分的にですね。まあ、要は別のホストでこう持っていけばできると。で再現できる以上にいいことが、まあ、ちょっと考えられて、何かっていうと、その異なるホストで実行できるということは、なんか同じ実験をパラメータ変えていろんなところでできるんですよね。例えば AWS のインスタンスをこう10個ぐらい立てて、そこにこうなんか同じものをクローンしていってパラメータ変えて実行すると、
まあ、今まで多分やってたようなこうなんか SCP でデータを動かしたりとかっていうのがいらなくなるみたいな。はい、はい、でも赤木の話はこんなもんで、まあ、先行手法というかこうなんか大体同じ問題意識でやってるよねってものをなんかいくつか調べてきたんですけど、まあ、例えばさっきから再三ちょっと言ったんですけど GitLFS Large File System、 これって要はなんか条件式というかこういうファイルはラージなファイルですよってなんかこう正規表現で書いておくと、そのファイルについてはそのバイナリとしてバージョン管理するのではなくて、まあ、とにかく、いい感じにやってくれると。で、まあ、これは GitLFS をインストールすれば使えるので、まあまあ手軽にできるんですけど、ちょっとこれも説明が難しいんですけど、まあ、結局その、データは何なのかっていう情報はこう残らない。さっきの例だとこうどのクエリでなんかどっから取ってきたっていうのは見えるんですけど、その実態のみを共有しているので、例えばその、そのクエリの条件を少し変えたデータを作るとかっていうのがこうちょっと難しくなってくるかもなと思います。あとこれあんまりこう知られてないかもしれないですけど、こうデータバージョンコントロール .com っていうところでなんかこうデータのバージョン管理するぜみたいなのをやってるものがあって、まあ、これもちょっと面白そうって感じですね。まあ、これ完全にサイト見てもらうと分かるんですけど、まあ、Git のデータ版だぜって言ってるんですよ。まあ、これはちょっと面白そう。だからデータをどうやって作るかみたいなのをこうダグで全部管理しておいて、なのでちょっとこう使うのたるそうではあるんですけど、きちんとこう管理できそう感はあるので、ちょっと最近見てます。はい、まあ、ちょっといろいろ前後しましたけど、赤木の実績の話ですね。これうちの GitHub Enterprise でこう赤木と検索すると、まあ、コードでこんだけこう使われていると。赤木の実装は入ってないですね。赤木の実装は GitHub.com の僕のレポジションの下にあるんで、まあ、要はこれ分析系のタスクで、まあまあ、多分このリクエアメンツテキストに入ってる分とかも出てきちゃってるんですけど、まあまあ使われてると。あとですね、これちょっと似た内容を別の勉強会でも発表したんですけど、英語の方向けに発表したときに、多分彼は会場にいなかったんですけど、なんかドイツでデータサイエンス NLP 系のことやってる人がこう赤木 is pretty awesome idea となんかこうツイートで応援してくれて、そうで僕がこう返事してニコニコニコみたいな感じで、はい、ちょっとこれ嬉しかったですね。まあ、実績っていうか、まあ、はい。で、まあ、紹介していきました。で、赤木がやることっていうのは、複数のデータソースから、そこそこ楽な方法で、Python スクリプト上でデータをロードすることができるので、まあ、部分的にデータの再現性を向上してると、まあ、言えるんじゃないかなというところですね。で、課題は、まだあって、でやっぱりそのいろんな人が好き勝手にこう GUI でやってる GUI アプリケーションを使ったりとか、なんか自分の使いたいツールを使ってやってるっていうのは、おそらくこう便利なんですよね。便利というか使い慣れてるし、あとはこうローカルにファイルでこう落ちてくるっていうのは結構やっぱ見やすかったりするので、赤木を使うことでなんか余計な手間がかかるっていうことはなくはないっていうのはまあ課題ですね。まあ、なので結局こうめんどくさいからテスト書かないという問題が 100% 解決できない。結局赤木を使うのがめんどくさいからこれは書かないっていうことになってしまうかもしれないっていうのは、まあこう課題としてまだまだ残ってます。あとですね、データの再現ってそこそこ、まあこれで僕の部にはこう赤木で使ってこうちゃんとデータ書こうぜってことで結構こうプロパゲートしてるんで、結構再現できるようになってくるんですけど、まあやっぱデータが再現できても結局実験が何をやってるかって、まあ、コードだけ見たんじゃあんまりこう分かんないと。でこれはまた別の問題だよねってことで、まあ、赤木が解決できてない問題としてまだ残ってるかなというふうに思います。今後の展望はまあ適当に流すんですけど、そうですね、なんかこう多分こう冊子の言い方は気づいたかと思うんですけど、こうリモートのこうデータベースに対してクエリを叩いたデータってこう変わるじゃないですか。それは問題だよねってことで、こうなんかどっからこうデータをなんかピンというかフリーズというかなんかできたらいいねみたいなのはちょっと今後の店舗として考えてます。そう、最新のデータが欲しいバーサスあの人と同じデータが欲しい、これはこう両方あるんですよね。どのでそこをなんかいい感じにこうコントロールできるといいなと思ってます。あとはまあサポートできるデータソース増やすというのはまあそうですね。はい、
で、なんかこう大げさなこと書いてあるんですけど、まあ、要はそのデータの再現みたいなところがある程度担保できると、また次の問題がこう見えてくるなっていうふうに思ってます。すいません、30分です。終わりです。はい、すいません、はい、素晴らしいトークありがとうございました。皆さん拍手お願いします。はい、質問などはですね、また後で個別にやっていただけたらと思います。ではありがとうございました。ありがとうございました。